初めて日本に来たその初日っていうのはもうまるで異世界に来たかのような感覚だったから、よしこれでジャッキー・チェンの生活が始まる。まあ、俺はあの頃はずっと日本っていうのは自慢の国やったねんけど、え、ちょっと待って、けどってどういうこと？生まれはロシア、被災地は関西、舞台は東京、ピロシキーズです。まあ私たちもうね20年ぐらい日本にいて、まあ、もっとおるんかもしれへんけど、まあ、ちっちゃい頃から日本にいるタイプの外国人ではございますが、はい、そう、まあ、あの私たちによくね外国人が見る目線の日本について語るなみたいなこと言われることもよくあるんだけどもね、はい、まあ確かにおっしゃる通りだわと思う。そうですね、私にはその価値はありませんね、うん、まあ日本の人とそんな変わらん感覚やろって。ただね一つだけみんなに譲れへんことがあって、譲れないこと、日本に最初に来た時の記憶、僕は6歳の時やったんやけどもね、あのそれの時はほんまにもうめちゃくちゃ記憶に残ってる。逆に特にあの当時は、まあ、僕の時はあれは1998年のことやねんけど、まあ、ソ連が崩壊してから、まあ、数年経った、まだまだ90年代そうやで、1998年まだノストラダムスもまだあれやで、まだ大丈夫な時代、大丈夫な時代ってどういうこと？まだノストラダムスも来てへんし2000年問題も来てへんし、そうやで、ロシアってもうソ連崩壊ですっごい一番貧乏な時代やったと思う。それがもう食べ物もなんかこうあの畑になんとか作ってブツブツ交換をしてカットフードを食べたりした人もいたりとかするぐらい、90年代そう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 、とにかくもう国が崩壊してどん底でも何もかも警察とかもね全部お金を払わなきゃね、あの何もやってくれない、何もやってくれないし、賄賂賄賂の世界やったから、そんなまあ状態のもうボロボロになった国から初めて日本に来たその初日っていうのはもうまるで異世界に来たかのような感覚だったから本当に覚えてるの。だから俺はその時の記憶のことをまあちょっと話したりする動画撮ってみようかなと思って今回回させてもらいましたけども、はい、アレちゃんはあれは何歳の時やったの？一応そうだね、10歳ぐらいの時かな。10歳ぐらい、うん、でも2000何年ぐらいか。どうやった初日、まずどこの空港に来たの？モスクワから確か東京に来たと思うね、うん、最初は何あのバスに乗ってさ、空港からちょっとある程度なんかちょっと何町のとこにこう移動したりするんやけど、うん、バス乗った時にそのすごく楽しみにしてたのが、よしこれでジャッキー・チェンの生活が始まる。中国やジャッキー・チェンの生活。それで、あよしこれで私もおーちょーってやると思ってたの。どのタイミングでタン絡ましてんの？ほんで？で、そのバスに乗ってもうわちゃーってできるわみたいな。もう何回同じこと言うねん、もうそれ消えたわ5回ぐらい。さっきのとこカットや。いやワクワクやったんや。めっちゃワクワク。ほんで日本見てどうやったんや？まずそのなんか匂いがすごい記憶に残ってて、匂いっていうのがなんかその醤油っぽい匂いとかなんとかの匂いってじゃないんだよ、ね、それ俺わかる。匂いと感情の中間ぐらいの複雑なもの。そう、あそれはなみんな言う、なんか匂いなのか何かあの時のこと。でもそれって何日間かおったらな消えんねんな、その感覚って。そう、最初だけやね、あの時でもめっちゃ快感やった。あれはなんかね、あれもう一回経験したいなと思う。なんか他の外国にも行ったことあるけど、うん、旅行とかして、うん、そんな感覚はあんまりなかったけど、日本に来た時にはなんかこう何時代を旅行してるかのような、なんか戻された感じがした。あと何もかもがなんか新しいやんか、その、うん、コンビニだったりとかスーパーから買ってくるもの、うん、そういうのがなんかすごいもう何に対しても新しい面白いみたいな、ないから自分の田舎はね。なんかコンビニで言うと俺の中ですごい最初ワクワクだったのが、カゴを持ってそこに商品を詰めていくっていう、で最後に生産するっていうのが俺のとこなかったね、ロシア。当時はね、まだスーパーがあっても、例えばチーズコーナー、ソーセージコーナーみたいなのがあって、自分が袋を持って、自分の持ち帰るための袋を持って、で、このチーズ残りちょうだいって言って、でその場でお金払って、次ソーセージコーナーに行ってっていう。だから、カゴにどん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 詰めていくっていうのが、めっちゃ、
うわーって思って、それ俺ロシア帰った時こうやって全部ポンポン入れていくねんで、ってすごい自慢した。でもうちはもうすごいなんかあらゆる人が優しいみたいな、もうみんなニコニコしてくれて、なんか何言ってるか分かんないけど、ニャ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 って言ってくれてるみたいな。そうそうそう、最初はみんなそれで感動して、ママめっちゃ優しいって言ったら、ママは違うね、これ愛想笑いやねって言われたことあるの覚えてる。あのな、日本に最初に来た人はみんな日本人はなんて優しい人たちなんだろうってなるんやけども、まあ旅行とかそのくらいで帰ったらそのぐらいの記憶で終わるんやけど、まあおおよそ5年以上住んだ外国人は、あれは優しいない。あれは優しいわけちゃう、あれは大変やことやって言って、なんかね現実を見てしまう時もあるよ。俺はもうな、関空やったね。関空に着いたね。まずね、新潟に行って、あのハバロフスクから新潟で、新潟からアナかな、アナに乗って関空に行ったね。でロシアの飛行機が新潟まで、で新潟から関空は日本の飛行機やね。ほんで新潟から関空に来る時のスチュワーデスの親切度、なんかおもちゃくれよったね。ロシアの人なのか、なんか、あ、ちょっとエアコン効いてないんですけどって言ったら、あ、そうですね、行きましょう。ほんでもう忘れもしない、関空から俺は姫路市に高速道路に帰っていったわけ。98年のあれ冬12月やったから、ちょうど宇多田ヒカルのオートマティックが発売されてね、 It's automatic、 それが車ですっごい流れてたのを覚えてて、でそのオートマティックを聴きながら俺はこの高速道路からずっと見てたの。夜やったんだけど、そしたらもう光がキャッ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 、ロシアって光ないやん、そんなに街灯ないやん、そんなに光んなかったけど、でもどこ見ても光がシャッシャッピャッピャッってやっていくし、ほんで道もな、なんかまっすぐやん。ロシアってまあすごい雪とかまあいろいろ寒さとかもあって、アスファルトが壊れやすいんな、気候的に。しかも広すぎて整備が行き届いてないから、だいたいもうひどい時やったら街中とかでもあ、なるなる、でももうピュッ、もう何にも動かない、シャーって、あの空、飛行機に乗ってんのと変わらん感じでピャーっていくし、ほんでなんか建物が建物の上に立ってるような、こう建物と建物の隙間がないんやんか、見てると、あー、もう建物、みっちり、そう、それが初めて見た光景はもうずっと忘れへんな。でお菓子とか買って行ったりして、ロシアに帰るとき、たまに夏休み帰るから休みとかなったらロシア帰るときに、もう日本のお菓子とかってもうこんなな、なんかラムネを飛ぶやつもな、こういうのラムネ飛ぶお菓子あるの知らん、おもちゃ兼お菓子みたいな。日本のお菓子ってすごい遊び心があるやん。まああったあった、うん、いろんななんかこう遊びながらなんか、なんかぐる寝る寝るみたいなんか、うん、ぐるぐる。いやでも自分はもうその後で、あの関西に帰った時はもう実験台よ、ママのなんか梅干しだのなんだのもう納豆だの、あ、食べさせてみてどうか、これこれどうやみたいなのを最初梅干しとかも食べさせて、自分結構梅干し好きみたいな感じだったから、なんか納豆はもう嘘つかれてね、これ自分のよだれを入れてこういう風になんねんみたいな。それみんなやるな。うちでもお父さん偉いなって思ったのが、なんかめっちゃレストランばっか連れ回されて、いろいろ日本のもん食べさせようみたいな。で例えばなんかあの焼肉屋さんに行った時とかも、普通肉焼いて食べたらそれ美味しいからさあれやけど、ユッケとか千枚とか食べさせられたわ。あ、もう最初から やっぱそうだよね。多分来ても最初からなんか難しいとこに行こうとするよね。だからその、ま、生肉食べるなんかありえへんじゃん。ブリブリブワーってやってたけど、血みたいに見えるし、あれその焼肉屋さん金みたいな名前の焼肉屋さん、マルキン、うん、キンマルキンやと思うんだけど、なんかそんなもう一つだけやってるお店のね、個人でやってるやつやんだけど、そこのおばあちゃんが、あ、リンゴいっぱい入れたろって言って、リンゴをこうシャ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 みたいな、うんうんうん、切って、うん、もうユッケの肉とリンゴがもう同じぐらいの分量になってるやつを作って、多分安くしてあげようと思ったやろな多分。でそれが美味しくて、俺はその時に、あ、下手者みたいに思ってるけど何でも食べる勇気がついて何でも食べれた。そうだからまあ俺はあの頃はずっと日本っていうのは自慢の国やったねんけど、ちょっと待って、けどってどういうこと？だんだんね、年を追うごとに、まあ夏休みに帰るやん。で日本からのお土産を
持っていくねんけど、だんだんなんかみんなの反応が最初はうわこんな100円ショップのこんなんなんややったのに、あこれあれ近所に売ってるわってだんだんなってきて、もうねなんかもう日本独特のものなんていうのもだんだん流通してんねんなロシアに。最初はポン酢とか持って帰った時もな、ポン酢を盗まれたんやうちの、あの業務用のポン酢を持って帰ったんだけどスポイトに入れられてな、ババほんでスポイトでこっそり盗みよってん俺はあれポン酢を俺が広めたと思ってんねんけど、ポン酢は今もうロシアでも結構売ってるし、日本のだから何でもあるようになってきたし、もうあんまりなんかこうだんだん自慢ができることがなくなってきたな。いやでもなんか寂しいわ。なんか正直言って自分今ちょっと振り返って考えると、あの当時、まあ、20年ぐらい前 に来た日本は、うん、なんかすごいこうわーっていうか日本らしさがなんかすごかった気がする。まだその時はめっちゃ生き生きもしてたしな、うん、バブル崩壊直後とはいえ、ねまあ、直後でもないんかな、うん、でもまあでもすごい生き生きしてた。なんか寂しくなってきた。前のことを思い出す。こっちが慣れてしまったのが悪いのか、もしくはやっぱりちょっと昔の生き生きしてた日本にやっぱり元気がなくなってるのか、これどっちかわからんけど、今私はねそれをすごく危惧してる。当時の日本とたった20年とかやけど全然違うなっていうのに、うん、だからそれをなんとかねもっともっとこう生き生きさせたい。日本らしさは日本人が自信を持たんと保たれへんねやなってちょっと思ってる。だから自信をもっと持つべきやな、うん、自信を持ってほしいなって思ってる。だからちょっと寂しいお話ですけども、ね、これからみんな頑張って やり直していきましょうよ。立て直していきましょうよ日本をもっと、ね、まあ今も別にあれよ GDP 世界3位やからな、別にそんな悪くないんやで今も。全然自慢していいねん。